地図ケトレイ、2006年撮影。ケトレイは、テルフォードのニュータウン地域内の地区で、テルフォードリーキンのバラに属しており、イングランドのテンレイカウンティでは、シュロップシャー州に属している。ケトレイは、行政パリッシュである。イーストケトレイは、ミレニアムコミュニティズプログラムの一環として、進められているテルフォードミレニアムコミュニティの一部として、現在再開発が進められている。 この計画では、750軒ほどの新たな住宅が供給され、食住兼用のユニットや、新しい小学校、小規模なオフィスや、小売店、娯楽施設などが、リフシュッツデイビッドソン・サンディランズが設計した、マスタープランに盛り込まれている。その再開発対象地は、現在のところは、かつての建コア跡や、ボタ山、ゴルフ場、競技用フィールドなどが並ぶ合間に、 ビクトリア町に建てられたテラスハウスの家屋が建っている。用地の大部分は長年にわたり有給地となっており、一部は地域的に見れば野生生物の重要な生息地となりつつある。ケトレーはかつてはケトレー製鉄所の本拠地であった。18世紀後半に製鉄所の所有者であったウィリアム・レイノルズはタブボート用の運河としてウォンブリッジ運河、ケトレー運河、 シュロップシャー運河の3本を開き、イギリスにおいて、最初に成功したインクラインを設けた。ケトレーのすぐ北隣には、ハドレーがある。シュロップシャースター紙は、ケトレーで発行されている。ケトレーバンクは、ケトレーの南東に位置し、オークンゲイツと M54 モーターウェイの間にある。こちらは、オークンゲイツの行政パリッシュの一部である。ありがとうございます。